おかえりなさい。ありがとう。さっきボス部屋の氷が溶けたよ。サチは大丈夫なのですか？それは少し前からこんな風に苦しみ始めて。時間が惜しい。一刻も早くボスを倒そう。任されたよ。よかったな。アスナ、任されたよ。やった。サチはどうなってる？キリッと、あれ、
私、どうして。やっぱり、このクエストが鍵だったのね。記憶も戻ってるみたい。ブラックボックスも消滅しています。サチ、よかった。まだ、よくわからないけど、キリトが助けてくれたんだね。ありがとう。いや、礼なら俺じゃなく。マスター、メッセージが届きましたわ。夜の女王への道が開いたとのことです。どういうこと？一度進んでみよう。なるほど、こう繋がってたのね。みんな、あれを見ろ。つまり空に浮かんでいたあれが夜の女王、解放された新ステージということね。そしてクエストクリア報酬としてアイテム夜の結晶がクエストリーダーのマスターに与えられましたわ。おお、どんな効果なんだ？プレイヤーデータを保存することができる？何か意味があるのでしょうか、これ。記録アイテムの一種のようね。使用した地点のキャラクターデータをそのまま保存することができるみたい。何かの記念日や大きなイベントの記録を取るのにも使えそうね。そんな、私を今以上に最高のアファシスにするための装備品ではないのですか？タイプ X 用のアイテムは使える人は限られるから、クエスト報酬としてもらえることは少ないんじゃない？私はてっきりさらに強くなって新ステージで大活躍できるようなアイテムと思っていたのですわ。でもそうだな、サチも一緒に新ステージへ。サチ？サチさんの体が透け始めてる。どうして？ボスは倒したはずなのに。これでいいの。これが自然なことなんだよ、キリト。記憶を取り戻して全部思い出したの。そうか、自分の死を思い出したせいで残留思念が本来の形に戻ろうと。サチはこのまま消えてしまうのですか？そんな、せっかく助けられたと思ったのに。俺はまた。自分を責めないで、キリト。あなたは私を救ってくれた。私が消えてもその事実は変わらない。ごめんなさい。ううん、ありがとう、キリト。そんなことはない。俺は、体がどんどん薄くなっていきますわ。何か方法はありませんの？そうよ、夜の結晶。今の彼女のプレイヤーデータをあのアイテムに保存すれば。私を？いや、でもそんなこと。何をためらってるんだ？それが偽物だろうとただの夢だろうと、お前には取り戻したいものがあるんじゃないのか、キリト。エイジ。キリト君、サチさんを助けられなかったことでずっと苦しんでたよね。サチさん、わがままなお願いでごめんなさい。でも、もしできたらあなたのかけらを残していってもらえないかな。私たちや、キリト君のために。サチ。
幸。俺は本当はサチに生き続けてほしい。ただのデータでも、残って君を助けられなかった俺にそんなことを願う資格がないのも分かってるんだ。でもいいよサチ。キリトがみんなが望んでくれるならそれを貸してもらえませんか。私のデータは保存されたはず。あとはキリトたちに任せるね。サチ、いつかきっとまた会えるよ。だからしまったわね。キリト君、大丈夫？ありがとう、アスナ。みんなも、エイジもな。かけらが乗る